フィンボルガ諸語、またはフェノボルガ諸語は、ウラル語族の仮説上のサブグループであり、バルトフィン諸語、サーミ語、モルドビン諸語及びマリ語をグループ化したものである。紀元前2000年頃にフィンペルム諸語から派生したと仮定されている。バルトフィン諸語とサーミ語は時にフィノサーミ諸語としてグループ化されている一方、モルドビン諸語とマリ語は、 ボルガフィン諸語の現存しないグループと以前では、みなされていた。現在の研究では、ボルガフィン諸語仮説は否定されているが、フィンラップ諸語やフィンペルム諸語についての有効性には議論の余地がある。特にグループ内でのマリ語の立場は重要性に、乏しいと考えられているが、新しい証拠によるバルドフィン諸語、サーミ語、モルドビン諸語の具体的結束は強まっている。 フィンボルが諸語の唯一共通した音韻的特徴については、遠心母音の前に来る W 音の消失が提唱されている。また語彙的証拠も弱く、フィンボルが諸語の4言語すべてで共有されている語根で、他のウラル言語には見られないものについては10個未満である。しかしながら、これには比較的重要な単語である数字の8と9が含まれている。ありがとうございます。